奥川、完全復活 WW 中日。ヤクルト先発奥川、2回被安打に無失点。試したいことは全部できたって感じだろうな。よかった。細川への攻めは完璧だったわ。2球抜けたら後開きを直した、さすがの修正力。予定終了かこの後違和感なければいいけど。マークイックの練習はした方が良いでしょう。一方中日、中地が2回4失点。悲しい。負けてばっかりだな。中地捉えられるな。フルボッコになってきました。ずっとボール先行だしな。これが中日の大卒ドライチの実力だ。めった打ちやんけ。そこまで悪いまっすぐでもないのに簡単に打たれるのは見やすいんだろうな。中地は支え方だから。そもそも沖縄電力というアマチュアにボコスコにされたばかりなのに、なぜ今日先発なのか。これにはタッツも渋い顔。